アリマタヤのヨセフは、新約聖書に登場する、ユダヤ人。イエスの遺体を引き取ったことで知られる。日本聖教会では現代イギリシャ語、教会スラブ語からアリマフェアの養子符と転写される。聖教会、カトリック教会、聖公会で聖人。聖教会では70門徒に数えられている。すべての福音書には、アリマタヤ出身のヨセフなる人物がピラトに願い出て、 イエスの遺体を引き取って埋葬したことが記述されている。ヨセフについて4福音書はそれぞれ、マタイは金持ちでイエスの弟子と言い,い、マルコは身分の高い議員、ルカは神の国を待ち望んでいた善良で正しい人、ヨハネはイエスの弟子でありながらユダヤ人を恐れてそのことを隠していた人物としている。いずれにせよ、弟子すらも逃げ出した状況で、あえて、 アリマタヤのヨセフがイエスの遺体の引き取りを申し出たということは4、福音が一致して記しているところである。イエスは彼によって墓にアーザブで巻かれ、香料と共に葬られた。西ヨーロッパ中世の伝承では聖杯伝説と結びつけられ、彼が十字架の下でイエスの血を受けた聖杯をもってイギリスに渡ったとされていた。また、少年の頃のイエスがヨセフと共に、 ブリテン島西南コーンウォールの鈴鉱山にやってきて、甲府たちに鈴をどうやって抽出するか、また精錬するかといったことを教えたという伝説があった。キリスト教の聖人であり、聖教会では7月31日、カトリック教会では3月17日に祝われている。ありがとうございます。